私の歌に感動しないとか、どれだけセンスに欠けているのよ。こんな痛みなんかで、痛みなんかに私は屈しない。覚えてなさい、私は不滅で不老で永遠な至高のアイドルなんだから。絶対に復活してあなたみたいなリス地獄へ引きずり込んでやるわ。今あの際のセリフまで悲鳴で通したか。雑竜よ、救いを請うのなら使えるべき相手を間違えたな。まだ決着はついていません。エリザベートは敗れましたが、もともと彼女と私は仮契約の中、彼女が消滅しようとその連鎖が私に及ぶことはありません。それが私の心の中ならなおさらです。すでに経験済みでしょう。センチネルである私を打ち倒す方法は一つだけです。私は逃げも隠れもしません。いえ、私にとってはここからが本番です。あなたを私の中に招き、永遠に閉じ込め管理します。私はラニエイト、史上最後の錬金術師が作り上げた完全なホムンクルス。その心理設計は人間に劣らぬことをあなたで証明してみせます。器の見せ所だな、雑種。作り物とはいえ、それは一つの生命だ。心の在り方に大差はない。貴様には一日の長がある。知恵持つ者の先達として人形に傷を与えてやるがよい。おはようございます。私の分身を蹂躙し、ついにここまで来たのですね。ですが、それはあくまで分身、私本体ではありません。私に不合理な感情はありません。隠さなくてはいけないような思考もありません。私はアトラスインのホムンクルス、完全な人間としてデザインされたもの。あなたはここでは無力です。自律系オールグリーン、私の内面に改めるべきエラーはありません。バグがあるとしたら、それは無遠慮かつ無謀にも私の中に入ってきたあなただけです。そう、バグなのでこのまま潰します。それはプチッと、プニッと、ポロッと、ムニュッと。そうです、優しく触れてくれればいいのです。それは違います。普
都合な事実に目をつむるのは精神の巡りを雲で隠すのに同じです。恥という感情は自他の主張が異なる際、その差に対して正当性の低い方が持つべき感情です。ですのでこの場合、羞恥を感じるのはあなたの方だと返答します。私は私です。この体が変貌したのならともかく、ありのままの姿を見られることに異常性は感じません。はい、自然環境に依存した思考の発達は惑星逆行の脅威により矛盾を多く生じさせます。ホムンクルスである私に宿る思考ルーチンを評価し利用することこそ人類の益になるでしょう。現在の私に間違いはありません。正しいのは私の方なのです。ですので私に従ってください。それを約束するのならあなたを解放します。力の話をしているのではありません。私の知性があなたに勝っているのですから。違うのです。なぜこの構造的美しさがわからないのですか。優れて美しく慈愛に満ち賢い理想的統一思考のもとで平和に暮らす人々、マザーコンピューターにしてビッグブラザーに全ての混迷を預けるのです。そうすれば全人類が無垢な幼子としての性を許されるのですから。いや、違います。間違いを訂正してください。私は並列思考による多元的な客観をもとに合理的判断を下しているだけなのです。再度訂正を要求します。まるで私が幼稚で独善的と決めつける物言いには反感を覚えます。あなたの意見は主観によっています。人間は偏った思考に振り回され争いが絶えることはありません。その点私は何があろうと冷静です。私の思考を選択すればそのような無用の争いは。素晴らしい開放的な姿勢です。私も入ってます。あなたが合理性に対してやっと理解を示してくれたことを評価しているだけです。すごい、一言一言で心ばかりかドレスまで剥がれていくよう。
再度訂正を要求します。私のライフスタイルは断じて思考的なものではありません。気持ちいいから快適さに基づいた合理性です。だって私は人間より優れているのですから。私が快適と感じるものこそ熱くて正しいのです。それをもう今度こそ証明しますから。ゲームをしましょう。チェスでも将棋でもお好きなものを。頭脳戦こそ私のステージ。思うままに翻弄して差し上げます。さあゲームをしましょう。体が熱くて早く理性的な行為で冷まさないと熱暴走してしまいます。欠点を挙げつらい不遠慮に追い詰めていく。こんな生き物はやはり私が管理するべきなのです。シオ、私はついに第三の目を開眼しました。人類はもっともっと身軽になるべきなのです。人類の命運は人類が背負うには重すぎるものと断言します。ですので人類すべてを私が脱がす。人々からあらゆる虚飾、あらゆる服飾を取り上げ、裸の王国を作るのです。よかった。賛同感謝します。やっとあなたにも私の理念が伝わったのですね。あなたの表現には品位のかけらもありません。それは、その帰結は間違っていません。はああんなに熱かった表面温度が冷めていきます。この胸の苦しさは悔しい。そんなことはありえない。私にそんな無意味な感情なんて。私に皇后の感情はありません。そんな不合理なものは。違います。正しいものを検証し選択し指導する。
何も間違いはありません。私は正しい皇后ではありません、聖母なのです。自分自身を見つめる。あ、どうしたことでしょう。今まで自分がどんな服装でも気にならなかったのに、なんだか恥ずかしくて、でも胸が高鳴ってスースーしちゃいます。暑くて冷たくて、もしかしてこれが好きということなんですか。いえ、それは許されません。私はアトラスのホムンクルス、人類の英知を守る巨人の蔵の最後の一人。個人の感情によるなんて、そんなものただの失敗作です。 BB は正しい。私や彼女は完全を目指して作られた人工知能、人類を守る義務がある。なのにこんなスースーしているなんて、どうしよう。シオ、なぜ私をこのように作られたのです。乱れることのない精神のように、単純な機械のように作られていれば、こんな矛盾に苦しむこともなかったのに。そんな、ダメ、好きだなんて。私が好き、好き、これが好きということ。人間が好き、あなたが好き、スースーするの好き、好きって気持ちいい。数値でも統計でもないもの。ああ、乱れて混戦していた気持ちがほどけていきます。これが好きな気持ち、私の、私だけの。